何夢中になってんの、バカみたいっていう側じゃなくて、バカみたいって言われても気にならないぐらいそのことに夢中になれる何かに出会った人間の方がきっと世界は楽しい。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。江藤先生、はい、最近、感動しない人が増えているってなんか聞いたりしますけども、感動しない人が増えてるってよく言うよね、はい、感動を感じない時代だっていうね、どうしたら感動ってできるんでしょうかね。どうしたら感動ができるか、はい、なるほど。一つ言えることは、感動って空から降ってこないよね。降ってこないです、感動を拾いました空からみたいなね、だから感動を感じない人たちはおしなべて言うと待ってる人なのかな。感動がどっかに落ちてないかな、例えばネットの中に落ちてないかなとか、出会いがないかなとかね、そしたら感動できるのにとか、なんか感動できることがあったら頑張れるのにって。でもね、僕は感動っていう漢字に答えがあって、動くからこそ僕は感動ってあると思うんで、理動っていう漢字はないんですよね、理屈で感じるものではなくて、動いて感じるものだと思うんだよね。例えばスポーツなんかでボール飛びつけようって言うと間に合わないっすよ先生っていう子がいるよね、間に合わないことは飛びつかないんだ、だって結果見えてますよ、じゃあ結果見えてることはしないんだね、いやだって結果見えてんじゃないですか、じゃあどうせ君吐く息だからすぐなよ、結果見えてるぞって、君は山登っていく人にどうせ降りてくるんでしょって真顔で言うのかって。飛びついた時に向こうが打った球のスピードと、うわっ全然届かない、練習不足だ、これ結果得られないよね、でも次絶対俺あのボール取りたいっていう目標が生まれるね、それが感動だと思うんだよね。そしてたとえ本人が取れなくても、おい奴は幸せだな、俺たちは幸せだな、ベンチ裏はさらに燃えるよね。一人が飛びついたことで初めて感動のシーンってどんどん生まれてくるような気がするんだよね、だから部屋の中で何かいいことないかなって待ってる人の中には、僕は永遠に感動って訪れないような気がする、動いてごらんよ、失敗いいじゃないかって、僕の好きな話で、日本のバレエ界を引っ張ってたあるバレーボールスターがいてね、でも当時のバレーボールの練習にある監督が逆立ちを取り入れて、それって体幹を鍛えるのにすごく大事なんだけど、スタープレーヤーその花形選手はそれができなかったのね、で監督も悩んだんだろうね、やっぱり示しがつかないと、お前がもし8メートル逆立ちで歩かなければ、お前を全日本チームから外すって言われて、じゃあその時にその人はじゃあいいですよって言ったかっていうと、分かりましたって答えて、そして毎日合宿場から一人体育館に行って練習をする、合宿場から寝ていく仲間の一人を見て、みんな気になり始めて、徐々に体育館の外から頑張れ頑張れってこう声にならない声でね応援する日々が続いて、そして最後この日にね8メートルできるかどうか、それでお前全日本チームに入れるかどうか落とすかどうかを決めるって監督が言った時に、その日に見事に8メートルブルブル震えながら達成して、やりきって倒れ込む、その瞬間に体育館の外で見ていた仲間が、すげえお前って8メートル俺12メートルいつもできるけどさ、お前の8メートルに勝てない、だってお前毎日毎日一生懸命合宿場から一人練習してたもんな、この短い期間だけどよくやったよ、みんなワンワン泣いて、お前すげえよお前すげえよ、確かに20メートル12メートルできる人もいるかもしれないけど、その8メートルの努力を彼らは知ってるからこそ、みんな男泣き、その体育館男泣きになったって言うんだよね、みんなが。僕そういうのを見ると、そこにいたいなって本当に思うんですよね、まさに感動ですよね。そういう同じ時間を生きてるならば、でもそれってまず誰かが頑張ろうって思ったその瞬間があって、ある幅跳びの選手がわずか何センチか飛べなかった、もうお前の時代終わったよってスタンドから声がきするし、もう飛べないのか誰々はって言われて、さすがに落ち込む、もうお前の時代終わったよって言われるためにシューズを脱いで、じゃあお前飛んでみろよと、俺がどんなに苦労してると思ってんだって
言いたくなる気持ちをぐっと抑えて一礼だけしてスタンドから出てくる。さすがにスター選手も落ち込むよね、うん、そして自殺を考えて京都の千代院にお参りに行く。その時に千代院の階段のところをポンポンポンって飛んでる自分に出会ったんだって、はい、その時にふと気づいた。そうだって、自分はあの空が近づく感動に出会いたくて陸上に入った。わずか何センチ、バッタだって飛べる距離じゃないか。本当に飛びたきゃカンガルーになっても飛べる。だってバッタだって飛べる距離になんで自分は死を考えてるんだ。いいじゃないか記録なんて、自分のために飛んでるんだ、この感動のために。そう思ってから彼は練習を再開して、そしてすごく急に体が軽くなったって言うんだよね、うん、そして彼はバタって言いながら、バタッバタだって飛べる距離って笑いながら楽しんで飛ぶようになったら、すごく体が軽くなって、うん、そして次の公式試合、彼はバタッて飛んだ瞬間に日本初の最高新記録を到達する。新聞記者がみんな寄ってきて、すごいです、日本初です、すごいです、すごいですって言った時に、死んでもいいですって。まだその選手は泣いたんですね。バッタだって飛べる距離に死んでもいい感動があるんですよね。それを僕たちはその努力をした中で救いの言葉として、バッタだって飛べるさっていう、この言葉は救いになるけど、努力をする前にたかだかバッタだって飛べる距離じゃないですか、飛行機になったらもっと飛べますよって言ってしまうことで、人生って味気ない退屈な時間が過ぎ去っていくだけになる。うん、僕はね、この夏、踊るアホに見るアホ、アホ踊り、同じアホなら踊らなそんそんっていう言葉があるけど、はい、僕はいつも踊る側でいたいなって、うん、バカみたい、何あの人真剣に踊ってんの、何夢中になってんの、バカみたいっていう側じゃなくて、うん、バカみたいって言われても気にならないぐらいそのことに夢中になれる何かに出会った人間の方がきっと世界は楽しいと思うし、はい、うん、いや、あの人たち4年間もあのバッタだって飛べる距離に4年間もかかるなんてくだらないって言った瞬間に、世界がくだらなさをその人に表すんだろうな。だからね、言ってはいけない言葉、それは努力もしない人が言ってはいけないことは、くだらない、意味がない、バカみたい、こう言った瞬間に世界はくだらなく思えるし、バカみたいに思えるし、ちっぽけなものに感じる。それは言った言葉があなたの世界を作ってますよってことです。そういう言葉を吐く前に、バカみたいになるものに、夢中になるものにまだ出会ってないために、自分は外に出なきゃいけないって思った方がいいかな、はい、僕はそう思ってます、うん、だから頑張ってみて。はい、ありがとうございます。動いて感じることを大事にしていきたいですね。そう、まず小さなこと、結果はどうでもいいんです、はい、うん、動いた瞬間に次の何かが生まれるから、それを信じて一生懸命外に出る。はい、やってみます。汗をかいてください。はい、皆さんからの質問やコメントもお待ちしております。待ってます。ではまた。また。